病院。おい。経過は順調みたいですね。会話できるくらい回復して。まあな、ここに心的外傷の治療に来てるが、俺のは嘘だ。え？記憶障害で家まで帰れないってことにしてるが、本当は帰りたくないだけだ。今は家族に顔を合わせづらくてな。病院の人に言うか？そんなことはしませんよ。怪我してるな。戦士になるための訓練か？ええ、でも俺はなれません。同じ候補生に優秀な奴がいて、俺の出番はなさそうです。それはよかった。え？君はいい奴だ。長生きしてくれるなら嬉しいよ。でも俺はそいつを戦士にさせたくなくて。どうして？その候補生は女の子か？ここじゃ有名なやつですよ。この前の戦争でも活躍したくらいで、誰だって次の鎧はあいつがいいって言うはず。でも俺は力がないから、何もできないまま終わるんだ。俺はここに来て毎日思う。なんでこんなことになったんだろうって。心も体も蝕まれ、徹底的に自由を奪われ、自分自身も失う。こんなことになるなんて知っていれば、誰も戦場なんか行かないだろう。でもみんな何かに背中を押されて地獄に足を突っ込むんだ。大抵その何かは自分の意志じゃない、他人や環境に強制されて仕方なくだ。ただし自分で自分の背中を押した奴の見る地獄は別だ。その地獄の先にある何かを見ている。それは希望かもしれないし、さらなる地獄かもしれない。それは進み続けた者にしかわからない。